8月26日、現在午後6時10分です。ちょっと、ここの草刈りをやってます。ね、ここは何も作ってないんですよね。今年は。まあ、いろんな種の準備もできなかったというのと、ここは、稲の時期は、ここから水が入ってきてですね、べちゃべちゃになるから、ちょっと、ここに U 字工かなんか、向こうまで並べて、ちょっと水が入ってこないような、あれをやらんと、稲の時期にはちょっと、作物はでき、いろいろな作物はここでは作れないようですね。はい。さあ、ね、またなんか入ってきて、イノシシかな、ちょっとよくわからんですけど。ああ、この辺は怪しいます。こう、こうですね、排水。で、ここにありますので、下に行くとか、ここまでつなげば、いいんですけど、ちょっと水を掘っただけじゃダメなんですね、それは。で、はい、またやられておりますから、ここからまた入ってきてます。これ、イノシシかな、どうかな。ちょっとわかりませんね。これは何だっかな。あ、これはひづめの、向こうを向いたひづめかな。型かな。これは何だ子供もいたのかな。はい、またこんな風にやられてます。はい。まあ、何にも植えてないし、キクミモには別に何にもやってないみたいですので、ちょっと。まあ、キクミモも食べないのかな。それともわからないのか。ちょっとわかりませんけど。はい、そういうことで。まあ、この程度でも、トラクターで耕運はできないこともないんですけど、結構無理するんですよね。一番遅いやつで、ロータリーも一番遅いやつで、まあ一回起こして、その後はロータリーの速度を上げて、一番遅いので、混ぜれば、っていうか耕運すれば、まあ、耕運できないことはないけど、結構、まあ、トラクターも無理するんで、一回ちょっと書こうかなと思ってます。で、まあ草は今からは堆肥材料に使うように、はい、どこか隅に、塗装コンパネで作った枠ですね。そこの中にぶっ込んでいこうかなと思ってます。草を。で、1年ぐらい置けば完全に。発酵して堆肥化するはずですね。はい。まあそういうことで、草刈りやってますけど、今日は雨で仕事休んで、しばらく雨、小降りになってたし、今日もまた昼頃から結構降ってたんですけど、止んでたんで、また草刈り結構しちゃってるんですけど、ね、もう6時半近くになるし、ちょっと疲れたのでもう帰ろうかなと思ってます。まあ、とにかく、ここも一回、切ってしまう必要があるんですね。ほら、身長より高いでしょ、この辺。そこもやられてましたけど、そこ上の菊芋を植えてるところですね、そこの入り口のところもちょっとまたやられて浮いてました。なかなかイノシシとの戦いのいたちごっこで、なかなかですね。
そういうのもちゃんと対応できしないと、いろんな作物を作ることができないんですよね。はい、まあ、ということで、とりあえずもう、今日は帰ろうかなと思ってます。撮影も終わります。